こんにちは、りょうです。今日はこちらを食べていきます。宮崎辛麺です。辛麺というのはもともと一軒の小料理店で締めのメニューとして提供されてたもので、発祥の地の宮崎県延岡市周辺のみで親しまれていたご当地 B 級グルメらしいんですけど、人気テレビ番組とか多くのメディアでこう報道されるようになってから、宮崎のソウルフードになったみたいです。今日はこちらの辛麺を食べていきます。やるぞ。本当はこちらの麺にひき肉や卵を入れるみたいなんですけど、そうするとどうしても辛さがマイルドになってしまうので、今回私は辛さを強調するために何も入れずに作っていきます。2分半煮込んでいきます。2分半煮込んだので、今からこの辛麺スープを入れていきます。完成しました。今日食べていくこちらの宮崎辛麺は激辛とかじゃないので、今日は視聴者の方からいくつか声をいただいていた激辛アレンジをやっていきたいと思います。この辛麺にこちら岡山玉の激辛地獄唐辛子を入れていきます。こちらは私のクラスに来てくださっている生徒さんがからいただいたものなんですけど、玉野さんの激辛唐辛子を使った一味唐辛子です。一般的な一味唐辛子の約3倍の辛味成分があるみたいです。今日はこちらを入れて激辛アレンジとしてこのラーメンを食べていきたいと思います。入れていきます。唐辛子をすべて入れました。こんな感じです。これを混ぜてスープまで加熱していきます。せっかくいただいたので最後まで美味しくいただきたいと思います。あ、でも色味はいい感じですよ。それではいただきます。ちょっとやっぱりとろみが出てきますね、スープに。ちょっと怖い。いただきます。
丸々入れてるから唐辛子の苦味もちょっとあるんですよ。あーちょっと胃が急に胃にすぐ来る。あのキャロライナリーパーとかそういった唐辛子とはまた違う辛さ、この唐辛子の量。丸々1本入れるとやばいですね。これ、あの内容量は 10g 入ってるんですよ。 10g 丸もの丸もの10g 丸々入れたので、うわやば、しびれてきた。視聴者の方が教えてくださったんですけど、もう辛さによって呼吸が荒くなって酸欠状態になるらしくて、それによってこのしびれが来るんじゃないかということで、あまりにもしびれがひどかったら病院に行った方がいいということです。ますます口が痛くなってくる。
絶対に完食させます。絶対に完食します。麺はあともう少しなんですよ。食べ始めて11分が経過。やっぱ一気に多分喋れなくなるんですけど、ごめんなさい。ごちそうさまでした。これやばい。今回の激辛アレンジ宮崎辛麺のにこちらのいただいた岡山玉の激辛地獄唐辛子を 10g 入れたラーメンを食べました。今日初めて体中のしびれを覚えて、口も痛いし胃痛もちょっときてます。でプライベートでこの宮崎辛麺は食べたことがあるんですけど、これだけだとやっぱり全然激辛辛いうちには私的には入らなかったので、今日はこの麺に激辛アレンジとして入れたんですけど、ちょっと今日は早速バルス数値を発表させてください。この辛麺に玉野さんの唐辛子を入れたバルス数値は5バルス。これを見ていただくと分かると思うんですけど、やっぱり唐辛子 10g は結構ですね。今回の激辛アレンジのこちらのチャレンジ、簡易完食できたのでよかったです。そしてこの唐辛子をくださった方、ありがとうございます。こちらの宮崎辛麺もスーパーに行ったら多分置いてあると思うので、ぜひこちらもかなり美味しいです。なのでぜひ気になる方はスーパーに行って買ってみてください。よかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。まだまだやるぞ。